バートル修士帝は、15世紀半ばのホルチン部の統治者。当初タイスンハーンとエセン大使に仕えていたが、タイスンハーンがエセンに侵略された後、バートル修士帝もまたエセンによって殺された。修士帝のやん、修士帝ンとも記される。多くのモンゴル年代記において、バートル修士帝は、最初のホルチン部統治者として登場しており、事実上のホルチン部創始者であったと見られる。 15世紀初頭より、モンゴリアでは、ドチンモンゴルとドルベンオイラトの二大勢力が抗争を続けており、バートル州士帝の属するホルチン部もまた、モンゴルに属してオイラトと戦っていた。モンゴル年代記の一つ、アルタントブチによると、アルクタイ大使に擁立されたアダイハーンが、オイラトに出陣した際、当初チャガン・トゥメンのエセクを先方としていたが、二歳馬は早いがローバは、 チョークに耐えると言ってバートルシ,ューシテ帝を先方に改めたという。オイラとの先法として出てきたグイリンチとバートルシ,ューシテ帝はかつて名優であり、グイリンチが射撃を得意とすること、バートルシ,ューシテ帝が斬撃を得意とすることを互いに知っていたため、バートルシ,ューシテ帝は二重に鎧を着込んで出陣した。グイリンチの矢はバートルシ,ューシテ帝の鎧を貫いたが、体を傷つけるには至らず、 バートル修士帝の斬撃によって、グイリンチは殺された。バートル修士帝が決闘に勝利したことによって、モンゴル軍が優勢となり、最終的にオイラト軍は敗北を喫したという。モンゴル年代期の一つ、蒙古源流では、バートル修士帝とグイリンチの決闘を、アダイハーンの時代ではなくタイスンハーンの時代のこととしているが、蒙古源流の年代の誤りから、 アルタンとブーチの記述が正しいと見られる。一時的にオイラトに対して優勢であったアダイ・ハーンとアルクタイ大使の連合はエイラクミカドの北西によって弱体化し、1430年代には大数ハーンを擁立したオイラトのトゴンによって破られた。ホルチン部を含むドチンモンゴルの残党は大数ハーンの参加に入り、バートル州指定は大数ハーン期下の有力諸行の一人として、 知られるようになった。正統8年に、大寸、ハーン配下の一人として、明朝より歌詞を受けた、小敵質王は、小室的王の誤りで、終始低音を音訳したものではないかと、推測されている。トコンの後を継いだ息子のエセン大使は、やがて大寸ハーンと対立するようになり、最終的に、大寸ハーンはエセンによって死意逆された。アルタントブッチによると、 対すン・ハーンの没後にバートル修士帝はエセンに招かれ、10人の領友と共にユルトを訪れたという。そこでエセンは死者にバートル修士帝からグイリンチを切った刀を持ってくるよう言いつけたところ、エセンの悪意を察知したバートル修士帝は死者に切りかかった。しかし最後にはエセン、敗下のオルクイメルゲンに捕らえられ、10人の領友と共に殺されたという。 エセンはバートル修士帝の長男ボルナイをも殺そうと、したが、ソロン・グートのサンクル大とその妻・ハラクジンの、助けによってボルナイは何を逃れた。後にボルナイは、病帳の資料にも品質する、大衆に成長し、ホルチン部発展の基礎を築いた。アルタントブチや、モーコ原流といったモンゴル年代記には、ジョチカサルから、バートル修士帝に至る系図は記されていないが、 これらより後に編纂された、久し川の流れには、女カサ猿から、信代のホルチンブ王家に至る系図を記している。ただ、上述したように、久し川の流れに先行して書かれた、モンゴル年代記ではバートル州指定以前の、ホルチンブ当主については、記述がないため、この系譜は、後世の創作の可能性が高いと見られる。岡田秀弘は、現存するモンゴル部族ので、 エセンの時代を遡るものはなく、エセンと同時大臣が実際上の思祖となっており、このことは同時代にモンゴル社会の再編成が行われたことを示唆している、と指摘している谷口1980、293ページ、谷口1980、293から294ページ。ありがとうございます。